ちのコーナーでございます。パフパフパフ。さあ今日もね、元気に声を出して、声を出していくストレッチです。愛してる、大好き、ありがとうの言葉を2回言うと8カウント。これね、普通に8カウントどうせ数えるんだったらね、この言葉を使っていくとだいぶいい効果が出ますよということで、私が開発いたしました。ありがとうストレッチ。今日も元気にいってみよう。おーではですね、今日もスルッと始めていきたいと思います。いいです。さあ、良い言葉を使うってね、すごい重要なんですよ。ご自分の脳みそさんがね、良い言葉を聞いております。聞いておりますと、脳みそさんがそっち側の方向に行きます。良い方向に行く。悪い言葉を使うと悪い方向に行く。悪い方向に行きたくないでしょ。行きたくないでしょ。いい方向に行きたいよね、皆さん。この未来をね、いい方向に変えていくためには良い言葉を使ってくださいということで、いいです。伸びしろたっぷり、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとうの言葉を連発していきましょう。いいですか。いいです。はい、ありがとうございます。ではですね、いつもやりますが、ビフォーアフターはね、しっかりチェックして継続につなげます。ビフォーアフターが分かると継続、モチベーションが上がって継続できます。そして笑顔で行いましょう。笑顔にすると呼吸ができます。呼吸が重要。呼吸をするとボディが緩みますからね。はい、では昨日ね、説明ね、1ポイント、いつも説明を1箇所加えさせていただいております。昨日はですね、外ふくらはぎまで行きましたので、今日はその後、今度外ふくらはぎ終わったら、お膝をまたやってる方の足ですね、やります。外ふくらはぎ、今右の外ふくらはぎが終わったら、右足をもう一度立てて、ふくらはぎの裏側を押すのをいきたいと思います。はい、ではおはようございます。さあ、コメントね、入れてっていただいて、ストレッチ中は別にコメント入れなくていいですよ。休憩1回入りますので、そしたらまたコメントね、入れていただければと思います。では、1つ、ふくらはぎさんのご説明をさせていただきます。ふくらはぎさんのですね、裏側でございます。裏側全体をほぐすんですが、両方の親指さんをギュッギュッってやりながら、まあ、下から上から、こう下から、まあ、ふくらはぎ全体まで8カウントでギュッギュッほぐします。親指をがっつり入れてください。はい、この親指を入れるのがふくらはぎ裏側のストレッチ。その後ですね、お膝さんの上ですね、上をグーを押し付けてグリグリほぐすのがあります。これ膝下ゴリゴリ、膝下っていうのはですね、膝の下にちょっと骨さんがございますよ。ゴリゴリした骨、両側ここね、骨さんくっついてます。この骨さんのところにグーをがっつり当ててゴリゴリほぐす。ここね、筋肉さんがこうくっついてる付け根でございます。これをですね、ほぐしたいの。膝下ゴリゴリと膝上ゴリゴリ、膝のちょっと上もまたグーでほぐす。で、その後お皿周りゴリゴリ、お膝のお皿さんのね、動きがいい方がいいわけです。緩んでた方が。で、中指さんのとんがったところね、あ、違う、人差し指さんのとんがったところをグッと押し付けて、お皿さんの周りをほぐす。これが膝周り、ゴリゴリ。はい、これも入れていきます。じゃあ今日の説明はね、ここまでです。はい、おはようございます。はい、花さんおはようございます。では始めてまいりましょう。おー、いいです。はい、では前屈チェックです。足を伸ばしいただいて、両方の手を前にします。はい、ではつま先の方をぐーっと落としていただくと、手がですね、どこまで行くかをチェックしておいてください。今日システムも背中の位置ちょっと高いですね。日々違いますのでね、その違いにも気づいていきましょう。微差に気づく力、微差力アップしましょう。はい、ではいいです。はい、背中の位置、つま先の位置、はい、膝裏の位置、膝裏の隙間にね、こうトンネルができていると思いますけれども、このトンネルさんがストレッチやった後はこう下がってきて手が入らないみたいな感じにもなってきます。あと、ももの丸さ加減、これも今日丸いですね、私丸いです。まあ、大体丸いんですけど、それが緩んでくるとダランってこうお餅がね、ダランと垂れるような感じで緩んできます。その辺も、あとはもも裏、お尻からかかとまでのもも裏の、接地面、床との接地面、こんな感じっていうのも覚えておいてください。それがね、ちゃんと落ちてきて接地面が広がる感じにもなってきます。
はい、では早速いきましょう。左足の上に右足さんを乗っけて、指先を横に開いて縦に動かす指先足指グイグイからいきます。愛してる、大好き、ありがとうの言葉を2回言って8カウント。もう1セット必要な時はシスターがお声掛けしていきます。はい、ではいきましょう。指を開いて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。では指と手で握手です。ぐさっと刺します。足の甲の上を持って、足先、つま先ねじり、せーの、愛してる、大好き、上半身も使ってね、はい、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、土踏まずの下側を持ってねじります。足先ねじり、せーの、愛してる、大好き、ボディごと使ってよ、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、ではくるぶし、足首のくるぶしさんを持って足振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではつま先、足先回します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、ワンモア、愛してる、大好き、反対回し、はい、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、肘を聞く、大好き、ありがとう。はい、では手を離して足振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、足先、足だけ振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではふくらはぎを置いて、ふくらはぎ下にぐっと下ろしたら、右足さんですね、はい、体重乗っけて、キュウリの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、これ自重ですよ、重さをかける、愛してる、大好き、ナイス。はい、では結界さん、膝のちょっと内側、体重かけて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、体重かけます、力ボディ乗っけます、ありがとう、はい、内ももさん、愛してる、大好き、ありがとう、この辺昨日ね説明しました、ありがとう。はい、では膝さんをひっくり返して、右足さんのふくらはぎ外側、せーの、愛してる、大好き、ちょっと体重をしっかりかけていきます、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではお膝を立てて、今日やったところ、ふくらはぎ裏側、せーの、愛してる、大好き、親指でどうぞ、愛してる、大好き、ボディも使って、はい、膝下ゴリゴリ出ました、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お皿周りゴリゴリ、とんがったところ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではお膝さんを伸ばして、ももの上です、手でも肘でもいいです、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、上半身も大きく使いますよ、はい、ありがとう、ナイス。膝、つま先を内、お膝とつま先を内側にして、もも外さん、同じように、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではそのもも横さんに反対側のくるぶしを乗っけて、くるぶしでしごきます、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、盛大にワンモアエッド、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではお膝さんを立てます、もも裏側をゆさゆさ、もも裏ゆさゆさ、4本の指がっつり刺して、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、もも内側さんゆすって、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、もも外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝裏さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、膝下ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっと手をずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。
はい、ではお膝を後ろに置きます。はい、お膝さんたち横向きのマーメイド座り。はい、右腰体重かけて腰横をほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、背筋を伸ばして骨盤を転がし、左手のお膝の外に左手、左のお膝の外に左手、右手さんお尻ぺた、骨盤を後ろと前と大きく動かします。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、思い出、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、背筋を伸ばして骨盤をねじります。腰、肘、肩、背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、片足終了、いいですのポーズこれもセットで入っておりますよ。はい、ありがとうございますバッチリです。はい、では右足さん伸ばしてチェックしましょう。両足伸ばして、おー、なんか右の足の方がちょっと沈んだ感じね、ご気分あると思います。はい、では右手さん、つま先です。そう、背中の位置だいぶ折りましたよ、足下。手の指の位置もかかとの方に来ました。はい、左手さんとの違いを見て、左だと背中まだこんな感じ、右手だとこんな感じ、随分違います。はい、ということでいかがでしょうか。ちょっとご自分のボディの変化あったらね、コメント欄書いてください。あと随分取ります。はい、ちょっと休憩、あっという間ですよ、片足。はい、うん、はい、左右さんをね、出産いただいております。おいしゅうございます。ボディの変化があったらね、チェックしてみてくださいチェックしてみて、あるかどうかね、チェックしてみてください。ご自分でね、違いが分かるとね、あ、こんなに違うんだったらまたやろうっていう気になりますよ。だから継続重要、重要でございます。あと良い言葉も使っていってやります。はい、では次のコーナー、次のコーナーですね。左足さんに行きますけれども、と何かボディの変化があったらコメントを入れてみてください。さあ、よろしいでしょうか。はい、あっという間に伸びましたありがとうございます、よかったですね。これだけ本当、本当片足5分で全然 OK なわけですよ。5分もかかってないからはい、では逆が早速いきましょう。はい、左足の膝の位置も全然高いっていうのもチェックして、うん、ももがね、本当広がるんですよ、これね、やった方。はい、では左足さんのチェック、で右足さんはこんな感じ。はい、では左足さん、右足の上に左足を乗っけます。横に開いて縦に振り、動かす指先、指先グイグイからいきましょう。足指グイグイせーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、手足を握手。はい、くさっと。はい、足の甲を持って足先をねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、ボディ使って、愛してる大好きありがとう。はい、土まず下側を持ってねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、上半身も大きく使うと上半身もほぐれます。ナイス。はい、くるぶしを持って足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、声出してどうぞ、上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、お膝を立てて大きく肘で回します。せーの、愛してる大好きボディごとありがとう。はい、愛してる大好き、反対回し。はい、愛してる大好き笑顔でどうぞ、愛してる笑顔重要ありがとう。はい、指を取って足振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、
アイセル大好きナイスチャレンジコーナー。背筋を伸ばして両手両足振り、ボディを倒す、両足上げる、両手をアップ、ツイート、セイド、アイセル大好きありがとう、セイドにアイセル大好きありがとう、フォローありがとう、アイセル大好きありがとう、チョキンのポーズ。あー、ダンプシスターを復活。はい、ではついでにいいですポーズ、よいしょよいしょ、いいです、ワンダホー。はい、ありがとうございます。できましたでしょうか。足の位置は上がっております。はい、ありがとうございます。さあ、腹筋使ってますね。はい、では左足置きまして、ふくらはぎさんを上からかけます。体重かけてほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔で、膝上ゴリゴリグイグイ、愛してる、あ、結界さん、結界さんどうぞありがとう、体重のけて、愛してる大好き、内ももさんどうぞ、愛してる大好きありがとう、体重のけます、愛してる大好きありがとう。はい、お膝さんをひっくり返します。左足のふくらはぎ外側、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、お膝さん立てます。ふくらはぎ裏側、せーの、愛してる大好き、親指で押してますよ、愛してる大好き、膝下ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、ももを伸ばして、もも上グイグイ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、つま先お膝内側、もも横グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ここワンモアセット、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では右足さんのくるぶしを左のもも横に置いて、くるぶししごき、せーの、愛してる大好き、盛大に、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き笑顔でね、はい、愛してる大好きナイス。はい、ではそのお膝立てて、もも裏グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、もも内ゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、もも外ゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝裏グイグイ、愛してる大好きありがとう、笑顔でどうぞ、膝下ブラブラ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。このお膝さんは後ろマーメイドつわり、左腰手を当てて、スルッと落としたところ、せーの、愛してる大好きありがとう、もも横グイグイ、愛してる大好きナイス、マーメイドごめん、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、体重かけてナイス。はい、では骨盤転がし、右手さんのお膝をの横に右手、左手さんお尻ぺた、せーの、後ろから、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、ワンワンセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きいいですよ。はい、背筋を伸ばして、右手さんを腰の横、右骨盤、左手骨盤さん持って回します。背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。はい、では最後骨盤、両足骨盤転がし、マットを畳む方は畳んでください。座骨さんを守りますよ、お尻の下の骨、座骨さん、足は肩幅ぐらいに開いて、背筋を伸ばして、骨盤を後ろと前と大きく、後ろからいきましょう、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、盛大に笑顔でね、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。クイックで背筋を伸ばして、骨盤だけ動かします、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエンド、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では
で、いいですポーズ終了でございます。はい、背筋を伸ばして足を上げて両方の手を丸。はい、そしてボディをですね、ちょっと倒せる方もっと倒す。あー、いいです。はい、ありがとうございます。ぎゅうぎゅうぎゅう、背筋を伸ばす、ナイスです。はい、頑張りました、ありがとうございます。さあ、では両足チェックしましょう。お、左足さんもももの裏側の接地面どうですか。いいですよ。はい、チェックします。どうぞ。おー、いいですね。背中の位置も落ちました。右足も、あー、だいぶ伸びました。とってもいいです。ありがとうございます。さあ、ご自分のボディ変化がございましたらコメント欄など書いてみてください。どうぞ。あっという間に両足終了。はー、水分とってください。うん、だんだんあったかくなってきてからね、随分あの動きやすくなっていると思います。私このありがとうストレッチ習慣をね続けてまいりたいと思います。の習慣、ありがとうストレッチを習慣づけて続けていくと、もう夏から、ああ夏に向けてね、すっきりしてくると思います。はい、リファシスターのぜひ続けてみてください。はい、シスターの、もう来週に迫りました。ふー、いいですね。アナさんもね、腹筋使うからね、これもいいと思いますよ。はい、ではシスターのひろみの日のち、いいですビデオ上映会ね、来週なんですよ。土曜日26日土曜日2時と6時スタジオエヴァ新宿新大久保、スタジオエヴァ新山手線新大久保駅から徒歩4分でございます。やっております。シスターのですね、パントマイムを習得していた2年間ね習得して、その終了公演としてやった公演がひろみの日の字という公演でございます。こちらの映像を見ながらシスターがトーク入れます。そして、その時の偉大な先生でありました並木隆夫先生のコメントも少し入っております。飲み会の模様もちょっと入っております。はい、ということで楽しみにしていてください。QR コードこちらあったら、はい、さあ、ということで今日も素敵なウェンズデーが始まっておりますよ。この引き続き素晴らしい一日をお過ごしください。ということで、いいですね、すっきりしましたね、花さんね。はい、明日木曜日金曜日までは、また9時にできます、ね、ありがとうストレッチ9時にやっております。あと来週の予定は金曜あたりに出しますので、また見てください。はい、ということで本当に愛してる大好きありがとうの言葉を普及いたしましょう。もう世の中が平和にあります。これをみんな口癖にすればね、シスター世界を救っておりますつまりはい、ではということで世界を救いたいと思います。はい、皆様元気でお過ごしください。 Have a nice Wednesday。 チャオ、バイバイ、切ります。